はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。セクシーボーイズです。です。です。かっこかり。なんだろう。今回からね、ちょっとバカなことやってみようとね。うん、あんまりこう範疇にとらわれずにね、やってみようと思って、変な企画を用意しまくりました。自己紹介しましょう。どうぞ。石破智則です。西川俊介です。野ガッチです。本田俊太です。戦闘員 K です。5人合わせてセクシーボーイズいきなりグダグダでございますけどね。打ち合わせなしですからね。打ち合わせはないですけども、今日はとりあえず第1回ということで、スゴロクでもやってみようと、うん、で、おのおのがこう目をね書いて目を描いて、うん、で、まあ、ここにすごろくあるんですけども、ね、ここ 1,2,3,4,5,6,7 ここがゴールだとしてね、ぴったり7になるまでゴールできないぞと。で、例えば4出して次5だったら 1,2,3,4,5 と戻っていくぞと。で、ここに書いてあること何回もやれみたいなね。5で戻ったら次出すのはこっちやけど、はい、こっちに、こっち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 、だから2出せばゴールなんだけどもねっていう、というわけでございまして、ルールは大丈夫でしょうか。はい、じゃあ一回ね、どういう目があるかっていうのをちょっと取ってみますので、はい、はい、お願いします。はい、はい、ではね、サイコロの目をちょっとご覧いただこうかなと思うんですけども、1の目は俊太くん何て書いてんの。1の目は犬の鳴き真似をやる。犬の鳴き真似をやるね。2の目はですね、お母さん大好きと3回言う、過去心を込めてと、ね、3の目は草場さん、右側の人に愛をささやく、右側の人に愛をささやく、うん、草場さんの場合、ケイ君にね、そうですね。4の目はケイ君、はい、おかま言葉で話す、サイコロ2回振る舞いですね。はあ、5の目は石川君、はい、次の自分の順番までクレヨンしんちゃんのモノマネをする、クレヨンしんちゃんのモノマネね、はい。最後の目が、代わりに読ませていただきますけど、北斗の拳でケンシロウに殺される雑魚役を演じると、全員からお前はもう死んでいると宣告され、何言ってんだよと顔を歪めながら、俺死にたくねえよ死にたくねえよと次の晩までやると、やり続けるわけですね。なるほど。そしてゴールと。次の晩までやるんです。うるさいじゃん、その人。早速ですが、まあ、じゃあ、こういう周りでやっていこうか。おっと、はい、そうですね。これ最初が有利なんですか、不利なんですか。関係ないですよ、何にも。どうぞ。2と。はい、じゃあ自分の進めてね。自分の子も何人でもいいか、はい、赤2と。はい、どうぞ。これはカメラに向かってですか。そうだね、はい。お母さん大好き、お母さん大好き、お母さん大好き。まあいいか。はい、次、はい、言ってる側が一番照れてるみたいなね、これね。6、おっ、うるせえやつだな、それ。あ、うるせえやつ。これはもう言ってあげた方がいいのかな。何、僕何言って、僕何言ってんの、何言ってんだよ、って言ってるんですか。何言ってんだよ、と。顔を歪めてれば、うん、まず全員で言ってあげない。はい、じゃあ、せーの。お前はもう死んでる。何言ってんだよ。これ俺死にたくないぞ、言ってるんですか。もう、ね、言ってればいいよ、ずっと言ってるっていう感じ、うん、僕は知らない、ちょっとしてますけど、はい、お前はもう死んでいる、お前はもう死んでいる、死んでいる、俺死にたくねえよ。弱者でしょ。次の順番でやるということを僕一人でずっと、そう何言ってんだ、そうそうそう、ずっと立ってろじゃあ、はい、はい、次何言ってんだよ。俺死にたくねえよ。来た来た来た、日本勢がいい、死にましょう一緒に、一緒に死にましょう、お前も死んでいる、何言ってんだよ、二人でやってれば、俺死にたくねえ死にたくねえよ。ボン、ヒデブヒデブ何言ってんだよ、死にたくないよ、死にたくないよ、うるせえや
集まりました。何言ってんだよ。完全なんか竹富のあれですよね。感じ次は誰がやるんだ。大会とかいっぱいいる。え、これ何言ってんだよ。マジかよ。何言ってんだよ。うるさいわね、もう。待ってよ。これ死んだくれよ。死んだよ。死んだくれよ。死んだくれよ。死んだくれよ。早くやれよ。早くやれよ。終わってこないだろ。早くやれよ。クレヨンしんちゃんくれたかも。早くやれよ。何言ってんだよ。分かってるよ。うるさい。誰言ってんだよ。何言ってんだよ。誰だ。誰なんだ。俺ね、泣けねえよ。死にたくないよ。死んでる。何言ってんだよ。違うでしょ。戻ってこっちね。1、2だから。ああ、そっか。なんか愛し合ってんぜ、これ。俺ここで1出すぞ、1。1出すぞ、1。俺ら。あ、6。6? 何だ ?1、2、3、4、5、6。ああ、ささくな早く。もう。お母さん大好き。何言ってんだよ。お母さん何言ってんだよ。お母さん大好き。何言ってんだよ。お母さん大好き。気持ち悪い。むさい。おらの番かやるぞ。おもうまた最後が来た。したお前はもう死んでいる。何言ってんだよ。一緒に寝てくれよ。一緒に寝てくれよ。死にたくないよ。うん、どっちがやればいいの。私どっちがやればいいの。我慢しちゃう。私どっちがやればいいの。これ難しいわ。もう難しいの。何言ってんだよ。何なんかカオス。死にたくねえよ。ケイ君赤。死にたくねえよ。ゴール。カオスだぞ。いや、やってなかった。死にたくねえよ。1、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 1
前はもう死んでいる。何言ってんだよ。死にたくねえ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 よ。もうもう死にたくねえよ。やばい。サンだぞ。死にたくねえよ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 。あ、ゴール、ゴール、クジュヘイして、はい、俺の告白だぞ。好きだ。何言ってんだよ。知りたくねえよ。好きだ。 俺まで知りたくねえよ。結構してくれ。何言ってんだよ。うんな、結構してくれ。もう収集つかねえよ。早く終われよ。1、2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 
しょうか。真似すんなよ。お前も真似すんなよ。慣れてるよ。やったゴール。せえ。俺の番だな。お父さんの名前なんだっけ。俺の番だな。ひろし。ひろし。1,2,3 あらやだわ。いつものキャラだ。何よこれ。もうこれいいだろ。なかなか終わらないわね。ほんとに5あら5 5で5 1,2,3 お前はもう死んでいる。お前はもう死んでいる。うるしくねよ。うるさいわね。もうほんとに何度も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 もう聞けみたいな。そればっかり。じゃあ死んでよ。そうね、ほんとに早くやりなさいよ。んてもう5 5あら、あんたもあんたも来ちゃったのね。一緒ね。あんたも来ちゃったの。ここどこよ。ここどこよじゃない。ここ何よ。うるさいわよ。じゃあもう何でも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 やるわよ私。ここ何バーよ。ゴーよ。またゴーまたゴーよ。ゆうかさんいつものキャラじゃん。頭頭いい。ここどこよ。1,2,3,4,5俺の番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 俺の
俺どこだったっけ。それです。お前はもう死んでいる。お前はもう死んでいる。サイコロ振るわよ。サイコロ振るわよ。見てなさいよ。よ、ご。色気だよ。あ、お前はもう死んでいる。何言ってんだよ。死んでるよ。死んでるよ。さあ死んでるよ。パーラもう本当ザクからやってたくしたわ。死んでるよ。もう死んでるよ。死んでるよ。死んでるよ。お前はもう死んでいる。また愛しちゃってるわこれ。何言ってんの。気持ち悪いよ。もう死んでくねえから一年。何言ってんだよ。もう。ああ。なんだ。一二おお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 おミサイミサイミなんてミサイルこれ何2ああ怖い死んでくれよ死んでくれよ4 1 2 3 4はいどうぞ。お母さん大好きお母さん大好きお母さん大好きミサイのことかそう5お母さん大好き1 2 3 4やったー違う違う違う1 2 3 あゴールだゴールだうわ全体運のゲームってもダメだはいどうぞ最後まで1 2 3 4 5 6 お母さん大好きお母さん大好きお母さん大好きこれ何の罰ゲームだよ1 2 3 4 5あ一発やおお危ないどうぞどうぞ2おゴールだあ終わったやっと終わったはいじゃあお座りいただいてですねやばいあの大丈夫ですか今のどうだったんでしょうかねこれすごくこうやってる側ははちゃめちゃだったんですけどうるせかったねちょっと感想を聞いてみましょう一人ずつはいどうぞなんかプライドを傷つけられた気がしましたなるほどはいどうでしたそうですね面白かったですよでも面白かったはいやってる側としては面白かったですよ、うん、見てる側としてはどうだったかがちょっと気になりますけど、うん、だから見てる側がこのマス目をしっかり分かってたらまた面白かったのかなと、うんうん、でもあの西川さんがあのオカマ言葉っててもいつも通りだからねそっか罰になってないまあ別罰ゲームしてるわけではないか、うん、あそっかそっかどうだったんでしょうもう笑いすぎてここいないですここも笑いすぎて耳の後ろが痛いと何回死んだことかどうでしたか西川さんが僕のチンコを覗き込んでたんですけど何かいいなはい、体育健康なんでしたか、まあ、僕は早めに上がれたんで横で見てたんですけど、うん、なんかどこがメインなのかっていうのが分からなくなってもっとじゃあ仕切る人がしっかりしてたらいいのかってのかな、ね、なるほどなるほどまあこういう反省を生かしてね、はい、またサイコロやりましょうかはい、はい、どうもありがとうございましたありがとうございました